現在、松阪市文化財センターで第11回子ども埴輪展が開催されています。子ども埴輪展は市民の有志で結成された埴輪作りの会が多くの人に古墳や埴輪に関する興味や関心を持ってもらおうと毎年行っています。11回目を迎える今回は埴輪作りの会の会員や市内の小学校12校の児童が手掛けた手作りの埴輪およそ430点が展示されています。会場には実際の埴輪に近づけようと人や動物の形をしたものからアニメキャラクター野球のバットなど子どもたちが思い思いに作った個性あふれる作品が展示されています。また制作中の写真や感想文なども展示されており、子どもたちが埴輪作りに取り組む様子がよくわかります。子どもたちの、ね、楽しい作品を見せていただいて、どの作品を撮ってもその子どもなりの個性がいっぱいあって、すごく楽しいし、見るポートにとってもちょっとこう心温まるものが、あったかいものがあるじゃないですか、だからすごくいいんじゃないですかね。子ども埴輪展は今月27日日曜日まで開催されています。